高根街道と町並み高根は京都市北区の高根街道を中心に広がる地域名である。また、その西南方に連なる丘陵の名称でもある。本校では同地域にかつて存在したあた郡高根村についても述べる。高峰三山の一、高根京都市北区南西部に位置し、右京区と接している。 京の七口の一つである長坂口から丹波国、若狭国へ続く、かつての鯖バ街道の入り口にあたる。1780年に観光された、都名所杖では、街道を往来する人物が複数描かれ、その半数が荷物を担いでいる様子がうかがえ、高上根地域が、物心送上、重要であったことを示唆している。南東から北西にかけて、細長く広がり、 東に隣接する大宮学区とほぼ並行している。地域の東側は、高根街道沿いの大地に、西側は、天神川沿いに、谷間の共愛地になっている。それらの北西広報には、杉坂集落に至るまで、小高い丘陵が広がる。口述の通り、江戸時代より御天井藤林氏が、当地に、広大な薬草園を開いて、野菜を栽培したことから、 京の伝統野菜の名産地としても知られる。辛味大根、小五院大根、朝鮮人参、唐辛子、高峰ネ,ネギ、獅子型にカボチャなど、主な京野菜が今日でも栽培されている。高峰学区には、2010年4月現在で1929世帯、4319人が居住している。以前盛んであった、モンボリなどの西人織関係や、 農林業従事者が減少する一方、宅地開発が進み、会社員世帯が増加している。学区内の教育機関としては、京都市立高根小学校ほか、幼稚園1園、保育所2カ所が設置されている。少子化が進む中で、高根小学校の児童数は2009年に202人と、2001年の児童数266人に比べ、 八年間で約四分の三に減少している。大文字山の北方に位置し、東地西方に連なる丘陵を言う。東から高根、ね、十部、天宝と称する。古文書に複数記載されるなど、かねてより多くの人に親しまれてきた。花札の八月の絵札でおなじみの某は、この高根の山を模したものとされる。ちなみに、高根散々自体は、 隣の絹笠地域内にあり、現在の所在地名、大北山十部町に名を残している。落北の枯隅にあり、このところに三方あり、いわゆる天保十部、高神根これなり、中古、秋冬に至りてこの峰状に高綱を持って、用を取る。ゼオ高を打つという、これを、綱掛け高と称し、世に高本高という古来、 現在の高お及びその周辺地域一帯は、クルスノと呼ばれていた。この、クルスノの一角に、高信寺という名称の寺院が存在したとされるが、その具体的な所在地は分かっていない。平安時代には、代々の天皇が、都にほど近いこのクルスノに行行し、有料、高狩りに興じていたという。高狩りの高を補足できる場所として知られた、この地の名称。 後進が、いつしか、高峰に変化したものと考えられている。なお、当地には、かつて、丹波国あた神社の文霊が祀られ、781年に、和気清まの請願で、慶春が、佐賀山山城に移して、あた神社を中興したとの説も残る。光越寺から高峰を望む1591年、豊臣秀吉が、 外敵の侵入に備えて五土井を構築。落外とされた当地の治安は、筋切りや追い剥ぎが出没するなど、相当に悪化していたとされる。1615年に、変土への居住を希望していた、本阿弥光悦が、徳川家康より五土井北の約8、約八、九万坪の原野を配慮して、一族縁者を引き連れて移り住んだ。こうして、高上根の地に集落が形成され、 光越屋敷を中心として街路に面した家々が立ち並んだ。光越を慕う芸術家や豪商も移り住んで、京都の芸術、文化の一大拠点となった。一方、五戸井付近以南は、1640年に、後手に、藤林道久の一族が、広さ約1.2ヘクタールの薬草園、高木峰薬園を開いて、管理経営し、辛味大根、朝鮮人参、 唐辛子をはじめとする野菜を栽培して幕府に収めたという。その後、本弥家が土地を幕府に返上してこの地を離れたことにより、18世紀初頭に貝原駅険が表した形状商談では一時的に賑わいが衰えた様子が伝わる。一方、上述の都名書随には、光越寺、明秀寺、上昇寺といった、 北家ケ宗寺院の存在により、宗教色の濃い集落が形成されていた様子が描かれている。1869年に、高越村、先属村及び、背面の山域が合併して、西七区大門村となり、1884年には、上野町、木の畑村、連大の村を編入した掛峰村となった。1892年1月29日に、 ジレンダイアホカドーソ村の一部地区が野口村として分立した。20世紀に入り、右京区福王子から高尾を経て、北区中川、小野郷へ抜ける、集山街道が開通したことを嫌気して、当地の昇華が続々と京都市中心部へ移転。高根街道往来の活気は、にわかに失われたとされる。1931年に、京都市上京区に編入され、 1955年に、文句、新設の帰宅に含められた。高根街道沿いの高上根小学校の標高は、約160メートル。これは、野瀬のケーブル、野せ駅と同じで、昭和40年代の宅地開発のピーク時には、軽の軽井沢、100万ドルの夜景とも宣伝されていた。現行案、山門高越寺、高越下木高根村に関するカテゴリー、 ありがとうございます。